こんばんは。こんばんは。今日も寒いですね。こんばんは。お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。高野菜もあるのか。いいえ、高野菜はないです。こんばんは。ミーンが10時半をお知らせします。こんばんは。いよいよ毎日アイドル1周年前夜祭でございます。はい。あ、私なんて言った。8時半をお知らせします。間違えちゃったかな。うん、あ、コメントは遅れてるね。そう、こんばんは。明日がいよいよ1周年なんですけど、はい、私ははい、毎日アイドルは1年で終わりなので、だから明日が最後の、きっと最初で最後の1周年だと思うので、まあ1周年も変わらずのほほんと配信ができたらいいなと思ってるのでよろしくお願いしますね。長いね。長いようで短いようで。1周年すごいね。1周年すごいね。この1周年の装飾もくださってるギフトも1周年でしか、多分今日明日でだけかな。うん、ね、ルームがすごい装飾されてて綺麗ですね。うん、ありがとうございます。1年見てくださって、はい、
世話になった。とりあえずは明日やったらちょっとしばらく間を空けないと、あのチケットがあるので続いちゃうんですよ。なのでちょっと毎日見てたものが見れなくて寂しいってなるかもしれないけど、まあ別に1年を終えて毎日しなくなるだけで、まあ自分のペースで配信はするので、配信しますって時は見てくださったら嬉しいし、あのいつ来てもいいように通知とかフォローとかしたらね、通知来るみたいなので、ねえ、見てくださったら嬉しいです。枚数分以上開けないと使われちゃう。そう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 、そうなんです。だから数日はなんかあんまりこういうのどうなんだろう、何枚やりますとか多分言っていいのかな、言っちゃダメなのかなって思うので、まあそれは言わないんですけど、まあ数日間は配信ができないですってことですね、はい、です。お疲れ様です。そう、なんでこんなに枚数あるんだろうな私。意外と毎日やってたの。そうなの、意外と毎日やってたんですよ私。意外とねえ、まあでも別に私はなんかそうすごく毎日皆さんを楽しませてたっていうよりかは、まあ自分がのんびりしてただけなので、別にこれはもうね、毎日見てくださった皆様がもう素晴らしいです。コメントもくれて素晴らしいです、ありがたいです。まあ、そう、名残惜しいですが、きっといつかは私途切れてしまうと思うので、こう無理してお互いするよりもねえ、この区切りがいい時に一旦その持っていたものを手放してたら、こうねえ、いつか手放さないといけなくなった時にタイミングに大きすぎて手放せないってなっちゃったらお互い苦しいので、はい、区切りのいい365日で、そう終えます。明日です、明日明日です。うーん、です。
ですね。実は毎日続いてるんですよ、1年半ぐらい。でも1回13分か14分しかできない日があって、1回途切れちゃってるんですけど、その日も一応配信してるから、うん、そうなんです。表示されてないだけで実は1年以上やってたりやってなかったりですね。そうなんです。みんなペースでいいんだよ。ありがとう。嬉しい。嬉しいです。ありがとう。何や。そう、今日はちょっと朝が早かったので、ちょっとお眠なんですけど、うん、お眠なので、こんなゆったりとしたペースですけど、はい。ゆったりまったりしましょう。皆さんも今日は土曜日だからゆったりできた方が多いのかな。うん、はい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 、授業だけやってみるか、何年かぶり全力で、最高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 気持ちいい自分に、せーの頑張れ、ユズストラスティーパッションティーに変更です。お、364日ありがとう、ありがとうございます。
前夜祭です。前夜祭、前夜祭、今日はですね、新しいリップをゲッチュいたしまして、ちょっと深い感じのエクセルっていうところのなんですけど、エクセルは私がずっとアイシャドウを愛用してるところのやつなんですけど、明日以降配信するときは何でお知らせがありますか？ああ、もちろん予約するし、メールで基本的に言いますね。今までそうだったから。こんな感じの色、モバイルメールでお伝えします。今、結構最近毎日やってて当たり前みたいになっちゃってたから、メールして言ってなかったんだけど、うん、メールでお伝えすると思います。メールで伝えなくて予約だけの時もあるかもしれないし、予約もなくリリアの時もあるかもしれないですが、基本的にはモバイルメールの方で送らせていただきます。かわいい色、モバイルメールって検索してみてください。ぜひ T48 モバイルメールで検索してみてください。あかりに選んでもらった。こんな感じの色です。あかりに選んでもらったね。あ、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。かわいい、いただきました。かわいい、いただきました、ありがとう。もう9時になっちゃうのか、早いな。にょにょにょがうにょにょしてる動画が来た。にょにょ、かわいいな、かわいいな、ご飯欲しいよって言ってる。ご飯欲しいよって言ってる。かわいい。言ってる。言ってる。ご飯欲しいよ。かわいいね。かわいい。喋ってる。喋ってる。そう、喋るのか。そうです、喋るんですよ。
9時になった。そう、今日は本コアがありますからね。私は録画してるだけです。見ません、見ません。うん、あープリクラね。そう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 、今日4人で、今日一緒の仕事だったのでプリクラを撮りました。プリクラを撮りました。仕事終わりに行ってきました。プリクラはやっぱり進歩がすごいのと、あとは私のイメージで、あのプリクラって400円なイメージないですか？私の時代のプリクラは400円だったんですけど、1個500円のプリクラがあって、うん、あ、そう、タワレコにも行ってきました。ちょっとだけ寄ってきました。うん、そうなの、割と撮影はスムーズに終えたので、急遽みんなで行ってみようって。そう、今って500円の、なんか2個取って1個は400円だったんだけど、もう1個は500円でした。500円とは、500円とは、500円とはね、4人とかで行った時に割れないじゃんね。早い、早い、早いけど、ゆったりまったり、ゆったりまったりしつつ、しつつ、今日はれ歴史、歴史をやりつつショールームをします。ねえ、私こたつ大好き。享保の改革は8代目将軍徳川吉宗が、吉宗です、8代目将軍。蕎麦用人の廃止、普代大名の中止、あ、流れで覚える。紀伊藩主より8代将軍に就任した徳川吉宗は、福
主義を掲げて教皇の改革を進めた。御用人政治を廃止し、新設の御用取り次ぎを介して将軍の意思を幕府に反映させた。そして政策を実行するために各役職の基準役高を定めて、在職中だけ不足分を行う足利足足し高足し高のせい足し高のせい足し高足で足しって読むんですね。まあ足すって言うもんね。足で足すって読むんですね。10月10日って言ってたのに今日何日だ。っていうもんね。足し高の性を定め。始まった。私はあれ、へえ、始まった。いきなり始まったなんか。ヨダちゃんだよな。そうヨダさん、乃木坂さんもあのスタジオで出演されますよね。私怖いの無理なんですけど、好きなんですよ本当は。録画してるんですよ私。しかも去年の録画とかもまだ残ってて見てないんですけどね、見れないんですけど残ってるんですよ。ちょっと字幕で寝れなくなるから録画してるけど全然見てないんですよ。まあ、だから見ないけどつけときます。でも見ないです、はい、おきちゃんと見る約束して。あ、おきちゃん言ってた見るって。
ちゃうやつじゃないですか私。うーん、どこだ、グあー、なるほどね。割り近ね、割り近。うん、あ、ヨダちゃんだ。ワイカクリさんやったことあります？私はないです。ある方は今日塩、お塩、お塩を振ってください。森山くん、森山くん、森山くん、見ちゃうと見ちゃう、見ちゃうと見ちゃう、見ちゃうと見ちゃう。しかもコマーシャルで大体どうなるかちょっと分かってるよね。ちょっとヨダちゃんが引きずられてるのとか CM で流れてましたもんね。はぁ、でもね、不幸中の幸いなことに私はですね、今日とても眠たいんですよ。朝5時半とかに起きてるから、だからね、多分寝るのは寝ます。はい、おやすみなさいです。
うにゃうにゃの。あにゃ。にゃもらってるな。顔もらってるのよかったね。ひげが白くなってきたね。にゃにゃにゃ。かわいいね、目がキラキラしてるね。目がキラキラしてる。目がキラキラしてるね。かわいいね。かわいい。森山くんは味方なのか敵なのか。森山くん味方だよね。来た。ニャンニャンの動画が。はあ。かわいい。嬉しそうな顔してる。嬉しいね。嬉しいね。嬉しそうな顔してる。嬉しいって。こうやって見ない、こういうやつって、ですぐこういうやつバッタピッてピッてする、こうやって見ないですか。とか私このなんかこっちだけこっちだけ見るとかする。降りたよ降りたよ、もう一階に降りるよ、一階に降りるよ。そっちには。
森山くん来ないかな。森山くんが助けに来ないかな。はい、八代目将軍と合流しようね。はい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 。出し高のせい、うんうん、戦国時代や。応仁の乱の頃から地方の武士たちはこんなに絡みを得るため国一揆を結成した。1485年に始まった山城の国一揆では畠山氏の軍を国外に追放し国を規定を定め8年間の自行った。1488年には加賀の一向一揆が起こり浄土真宗門徒の守護の富樫正親を倒した。これらは下位の者が上位を凌駕する下克上。これが下克上じゃ。下克上始まった始まった。ああ。あ、森山くん来たー来たが怖いんだ。最後がこれね、ドアって。
へえ、実際に、やだ、ちょっと塩振っとこう塩振っとこう。ねえ、みんなね、あ、お話し会再販ラスト、受付ラストだって。お話し会25日までです。25日までですね。うんうん、枝枝ちよ今直近で空いてるのが18、19話に、ありがたいことに全部完売してるんですよ。ありがとうございます。1月8の2、4、7時間目2、4、7時間目です。そして1月9日の4、6、7時間目です。そして2月12日のは1時間目以外、4、5、6、7、8、2月23日5、8時間目以外、1、2、4、7時間目。次2月26日は2、4、6時間目。3月20日1、2、4、7、8時間目。そして3月21日が1、2、6時間目です。が空いてます。はい、1月8、9がまだ残ってるので、よかったらぜひ、明けに会いに来てください。かわいいな。ああ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 あ
固まっちゃう、固まっちゃいますね。やばいね。ねえ、なんで、なんなんですかね今のは。ねえ。なんなんですかね。ちょっとわかんない。ちょっとわかんない。一瞬マネージャーさんに私ちょっと連絡を取りたいので、ちょっと一瞬一瞬一瞬切っても大丈夫ですか。あの多分男女変わっちゃうと思うので、とりあえず読んどきます。13位、鳥田さんありがとうございます。12位、磯健さんありがとうございます。11位、スランプくんさんありがとうございます。10位、シャニングフィンカーさん、今日も世界で一番可愛いよ、ありがとうございます。9位、アユタイルさんありがとうございます。8位、サンタさんお仕事大変ですね、体に気をつけてください、ありがとうございます。7位、ひろかさん、みりりガチコチューリップかわいい大好きでありがとうございます。6位、やすべえさんありがとうございます。5位、ハルミンさん、滝にもかかみよしありがとうございます。4位、チョンさん、毎日配信ありがとう、こちらこそありがとうございます。3位、キッシャンさんありがとうございます。2位、ヒロさんありがとうございます。1位、ジューラーさんありがとうございます。また一瞬後、1、2分で帰ってきますので、でも 1,2 分で帰ってきたらギリギリね、多分ね半過ぎるとまた新しい配信になっちゃうと思うので、まあじゃあもういっそのこと半にしようと思って、ちょっとこのタイミングで失礼します。それではまた 2,3 分後にすぐ来ますので、はい、すいません、皆さんもまた少し後、いきなりすみません。